けども楽しんで帰ってください。ただ伝えたい、ただ伝えたい、蘇った言葉に魔法をかけて君に届けたい。さえもいろんな言葉たくさんあるけど、あまりにも無力で気が付けば背中を押してくれるメロディーに出会ったんだ。
つけたい。でも強く示したいんだ、君の心に。私が晴れ女だってみんなで言いやすいんですけど、しぐちそうそうそう本当にね、まあね、もうしょうがない。天気はね、天の気持ちですから、もうしょうがない。これはね、さて次は、はい、じゃとっとと行きましょう。ちょっと懐かしい曲やります。バンドマイムを
を冷めたキスでふざきながら背中のジーパンつまんで下ろす他に何もすることはない思い出ばかり積み重ねても健二さんという大御所なんですけど、この春に本当ね市民会館に来る予定だったんですけど、なんかドタキャンになったらしくて、今日はちょっと歌ってみました。とっとと行きましょう。君は見えない。Nothing can be said. Nothing can be said. こんなにそばにいても。君を感じない
ありがとうございます。君の見えないところでした。そうですね、はい、ありがとうございました。短い枝でした。加藤さくら、これが最後のということであります。その前にじゃあちょっとメンバー紹介したいと思います。自己紹介する？いやいいですトランプス山口秀明。はい、キーボードネチです。ネチです。武藤和也。イエーイ。はい、オンベース、こう言って中島優香。いや、はい、そして、私、一応こう見えてリーダーでした加藤雄一です、ボーカルギターよろしくお願いします。またどこかで会いましょう。エブリデイという曲を聴いてください。
ありがとうございました。どうも。ありがとう。